5、4、3、2、1スタート。さあここから桜井さんに入っていただいて実況解説を行っていきたいと思います。おっと今の技は何でしょうか。いや今のは横空中横必殺技ですね。アフターバーナーキック、下に転向することができるんです。角度あれをぶつけていって相手を浮かせていくというベヨネッタの強力な技ですね。横必殺技は、はい、入力の仕方によって上に蹴る技と下に蹴る技があります、はいはい、下に蹴る技は奇襲にとても有効で、上に蹴る技は今のようなタイミングでコンボに使うことができます、はい、移動のベクトルを調整できると。おっと、はい、さあ飛び弾を飛ばして、今の長いですね、はい、見ての通りカムイの 横のスマッシュ技というのはかなりのリーチを誇りますが、はい、先端をちゃんと当てないといけないです、はいはい、根元で当てるとそんなに吹っ飛ばないので、先端をうまくつけるような間合いを出しておいて思います。今ウェビー攻撃を暴れで出しましたね。そうですね、あれは吹っ飛ばし力的にはどんなもんなんでしょうかね。あれはそうですね、全体的にそこそこに整ってますが、はい、長距離が長いという、はい、技でもあるキャラクターなので、はい、そこは抑えるところもあります。なるほど、あ、来ました、ウィッチタイム、ウィッチタイム思わずアピール、動きが止まって時間が遅れて何でも入ると。いやかっこいいですねベヨネッタ。そうですね、やはりスタイリッシュ、原作通りのこのかっこよさ。おった見えない差し込み、早いですね、非常に移動がやはり、ね、ただベヨネッタはとても軽いという欠点もあります、はい、ああなるほど、体重が軽いと。じゃあもうこの 105% になると、あこれ危ないですか、今のが危ないです、ね、はい、ただカムイが有効打を当てられるかどうかっていうのがポイントになりますね、はいはいはい。カムイもなんか先ほどのキュービーさんのお話だと、ジャンプからの空中攻撃が非常に優秀だっていう話を聞いたんですけど、はい、空中攻撃ニュートラルなんかは牽制に結構向いた技ですし、はいはいはい、その他の技も結構個性があるものになります、はい、特に空中後ろについては前進を少しすることになってますね、はいはい、その前進によって吹き距離を稼ぐというのは上級者の必須テクニックになると思います。なるほど、みんな頑張ってください。いやこの新キャラクターですよね。2人ともオープン前ですね、横スマッシュの先ほど桜井さんがおっしゃった先端を当てれば吹っ飛ぶというのをまさに今やってのけました。これはパーセント的にはカムイがかなり押されてますが、タイム制ですからね。これそうですよ、ここでウィッチタイムが入ると、ウィッチタイム、かっこいいですね。どうですか、使いこなしてますか、やはり小森切ベヨネッタは。ここでウィッチタイム使ってくれるの本当ありがたいですね。あなるほど、ただですね、ベヨネッタの得意な点というのはやっぱりコンビネーションなので、はいはいはい、そのコンビネーションをしっかりと当てられるかどうかというと、さすがに今の時間だって難しいような気がします。 PV であったような空中の運び技と、ね、これはさあタイム制だが、おっとここで最後はアピールですね。勝利したのはコウモリキリベヨネッタ。